始まりました。本日なんですけど、僕は美容師をやっているんだけど、今日は美容師じゃなくて、今日はミニマリストやんよんなんですね。説明しよう。ミニマリスト屋とは、手放すかどうか悩んでいるものをお店に持ち込んでもらって手放すアシストをしていく、そしてお客様に手放す決意をしてもらう、それがミニマリスト屋よ。新しいタイプのお店なんです。今日はね、ミニマリスト屋に迷える子羊ちゃんが来てくれるということで、もうそろそろ予約の時間なんだけどな。あ、音がした。お客様が来たようです。早速行ってきます。ミニマリスト屋開店です。ゴー。よし、お客様来たかな。行くよ。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ミニマリスト屋です。今日はよろしくお願いします。はい。うわー、なんか持ってるね。おお。ああ。演技ありがとうございます。はい、じゃあ座ってください一度ね。はあ、呼吸を整えますんで座ってください。いいですか。はい。はい、はい、お客様ご来店ありがとうございます。ミニマリスト屋です。2回目の来店です。あ、そうですね。2回目ですよね。リピートのお客様。うん。ミニマリスト屋初めてですよ。リピートのお客様。嬉しいです。気に入ってもらえたということですね。今日もコレクション持ってきました。あー、いっぱい持ってますね。それちなみに何ですか？これはね、うん、見ての通り、うん、カバンの数々です。あ、カバンに入ってるカバンの数々ね。そう、たくさん入ってるの。それがバックインバックか。うん、なるほど。今日はお手伝いしてもらおうかなと思って。手放すか手放さないか悩んでるものも多いですもんね。強めに。わかりました。強め希望ということですね。強め希望で。わかりました。ありがとうございます。じゃあ一度中を見させてもらいましょうね。はい、はい、じゃあ行きます。レッツゲン。はい、ミニマリスト屋にお客様が持ち込んでくれたバッグ、ガチレン。こんなに持ち込んでくれました。いろいろなものがあります。タラちゃんです。これで家のもの全部ですよね。これはね、全部じゃないよ。え？一部ですか？一クローゼットの中のところだけをちょっと、一部分だけちょっとつまんできたぐらい。そう、つまんだ。これつまめた。これつまめた量。ちょっと、まあミニマリスト屋にはね、そういうお客さん多いですから、うん、大丈夫です。今から手放すか手放さないかをミニマリスト屋としてアシストしていきたいと思います。じゃあもう早速やっていこうかね、お願いします。え、何持ってんの？おせんべい。おせんべい。おせんべい。せめてクッキーでしょう。選ぼってことですね。オッケー。じゃあまずはこの、何でしたっけこのバッグ？クラッチバッグ。あ、クラッチバッグだ。もう最近忘れてた。クラッチバッグね、僕も持ってました。流行ってましたよね昔ね。いや、なんかちょっとタイプがクラッチバッグのかっこいい感じとはタイプが違うようなのがすごいありますけどね。言っちゃ悪いけど。じゃあちょっと見ていきましょう。はい、まずこちら。こちらはなんか汚くない？これスポーツやってる感じだからちょっと汚れてるってことですか？部活に使ってたのかな。部活に使ってた、どういうこと？どうでしょう、こうね、中が可愛かったりしたんじゃないかな、多分。中がか思ったよりなんかデザインとかが入ってる可愛さじゃなくて。気に入ってたんだけどな、これ。まあね、可愛いよ。これだってすごくない？刺繍でさ、いろいろなスポーツがあるもんね。ちょっと汚れてきちゃってるね。枕の中身みたいな感じになってるよね。2つ持ってたと思う。そういう感じでね。確かに上の方だけ汚れてるもんね。ここが手垢かな。手垢かな。確かに紐が一番汚れてるな。最近使ってる？これ使ってなくって、うん、持ち出そうとしたらがね、うん、入ってたって感じ。あ、もはや忘れてたぐらいの感じ。でも持ってたんだ。これ一回、一応私カバン整頓してるの、実は。あ、カバンを整理整頓した上でこれが残ってるものなんだ。そう、自分の中で残したアイテム。残したんだけど、でももう何年使ってないの？5年使ってない。どうしよう。あなたの期限はいつ？いや、僕的には手放したいとも思ってるんだよね。だってこれ以上あるんだもんね。
そう考えたら5年とか使ってないものはもうそろそろ自分の気持ちが冷めてるということにちゃんと気づいた方がいいと思う。そうだよね。さすがになんか汚いしね。まあ劣化も進んでるとは言えるね。いっぱい使ったと思う。あ、そうなんだ。気に入ってた時はあった。ありがとうスポーツ。スポーツって呼んでるんだ。ありがとうスポーツって言ったもんね今ね。じゃあいいんじゃない。そろそろお別れしようか。さすがにね、うん、もういいかな。決断しましたね、はい、じゃあ手放しましょう。はい、じゃあ手放す。手放します。はい、出ました。早速ありがとうスポーツ。はい、これスポーツバッグ、スポーツのバッグどうですか。確かに派手ですね。まあ、これでも僕モテるかもしれないですね。これ可愛いから街歩いてても大丈夫そう。似合う。似合う。ちょっと恥ずかしいかなこれじゃね。恥ずかしい。はい、じゃあ次こちら出た。このデニムを使ったクラッチバッグ、これよくありますよね。僕も昔持ってました。昔？うん、昔持ってた。もう今は全然持ってないけど、これあれでしょ、自分のデニムをさ切り取ったんでしょ。あの片方のケツこのぐらいのサイズで作ったんでしょ。これね、おケツじゃなくて多分ここだと思う。あ、そうだ、オーバーホールの真ん中ね。これじゃないかな。確かにね。どうそれ使ってる最近。正直言うと最近使ってないんだけど、うん、発見したらなんかこの夏良さそうじゃない。あ、そうだね。デニムだと汚れとかにも強そうだしね。汚れの感じがダメージか。あ、なるほど、味だと、うん、ハワイ行った時とかに大事なものとかこれだけに入れて持ち歩くとかどう。乾いた時って何。違う、乾…あ、何でのあ、乾いた時、乾いた時とか。あ、乾い…乾…ナチュラルに言ったね今。バーベキューとかちょっとしたお出かけの時に久しぶりだけど、うん、買いたいなと思っちゃったかな。うん、いいと思うよ。やっぱり手放す手放すとは言いつつも使ってもらうのが僕は一番いいと思ってるから、そうやって思えたならぜひ使って。これは強い意志を持って手放しません。僕は思うけど絶対使って。使う。今までほっといてごめんねだね。ごめん、見つけてよかった。見つけてよかったね。今日のおかげでとりあえず発見した。あー、ミニマリストやにはそういう役目もあると。じゃあこちらは残す。僕は取っときます。はい、はい、はい、続いてこちらビームスのペラペラのクラッチバッグ。こちらは使ってそうだね。一度も使ってないな。うん、僕もそう思ってたよ実は。うん、使ってないと思ってたよ。これは付録なの。あ、そうなのね。そう。いや、それ何入れるんだろうね。書類とかだけか。 iPad とかどう。衝撃に耐えられなそうだけどね。薄いでしょ。うわお、薄い。ないみたい、ないみたい、言い過ぎちゃった。うん、うちは明らか使ってないと。いいかな。男性っぽいもんね。今だと暑いし、すぐ使わないと思うとまたしまい込む可能性あるでしょ。これ速攻性がね、あればもしかしたら可能性はあるけど、綺麗だし、まあ付録だけど、まあ売るものの中に入れましょうか。まあ誰か使うかもしれない。うん、真面目な男性に使ってもらいましょう。ぜひ次の方どうぞ。これ見てるわけがない。じゃあ手放す。はい、手放します。はい、ありがとうビームス。ビームスありがとう。はい、じゃあ行きましょう。次こちら。はい、こちらのベージュの、何これ、ちょっとおしゃれじゃない。これはね、気に入ってるからちょっとみんなに見せたくって紹介します。ミニマリストや悪用するタイプですか。みんなも同じバッグとか使ってもらいたいなと思って。うん、ブランドはベーシック。ナチュラルビューティーベーシック、はい、じゃあ今年買ったのね、みんなにおすすめってことは。去年の夏かな。もうないわ。、うん、はいはい、わかりました。はい、ありがとうございました。うん、色もあったよ、まあ、うん。これからの季節に絶対使ってるんじゃん。え、これはね、使うから普通。うん、じゃあありがとう。うん、使ってみて。ちょっと紹介したいんだけど。うん、とりあえず行こうか。次ダータ行きましょう。待って。はい、次こちら。なにこれ、でっかいバッグだよ。でっかい軽そうなバッグ。今日バッグを入れてきましたバッグです。今日バッグを入れてきましたバッグ。持ってくるがために大きいバッグあったなと。そう、大きいバッグ発見と思ってこれに入れてきた。でもこれも付録かな。子供いるとちょっとそういうの使うかなというか。大きいカバンは何かしら必要だから。うん、で
それだって今日だって必要になったらいいよ。ミニマリストに来る時に必要だったってまた切ない感じだけど、何年ぶりに使ったそれ。あの収納として使ってたかな。収納系のバッグなんだ、うん、どうする。それ思い入れある。いや思い入れはね全くないかな。あそう、どうしよう。使う気する。一応手放したくて持ってきたんだよね。だって他のさ持ってるバッグの中にも大きいバッグあるんでしょ。一応ね一丁羅的大きいバッグは、一丁羅的大きいバッグある。お気に入りの、うん、それでいいじゃん。いっか、うん、そういう同じカテゴリーのものを徐々に減らしていけば持ち物が減っていくと思うよ。いややめとこうかな。じゃあそうだね、うん、そうして減らしていこう。もうバッグいい加減にした方がいいもん。これこれがつまんで持ってきたっていうぐらいのね感じだと手放す手助けしてほしい。 OK、 じゃあ手放そう。手放しなさい。あ、そう、そういうのその、手放しなさい。じゃあ手放そう。手放す。 OK、 はい、今日もね使えたということで、はい、持ってくるためにじゃあお世話になりましたね。はい、さようなら。はい、じゃあこちらのバッグ。はい、こちら、うん、青ボーダーのバッグ。これは何？これも、これは買ったんだ。これ好きなんだ。青に見えるか何色に見えるかみたいなワンピースあったよね。目の三角のやつ。目の三角のやつ。誰も知らない話題だからやめて。オッケー。これもね、まあちょっと付録なんだけど。付録多いな。あなた付録大好きね。言ってしまえば付録なんだけど。何、付録を買うの？自分でもらったり？もらうのが多いかもしれない。付録ハンターだね。だって欲しいじゃん。付録のバッグ？ん？くれると言うならば。くれると言うならば欲しがるタイプか。イエス。イエスって。はっきりしてんな。くれるって言ったからもらっちゃうんだ。もらっちゃう。でもじゃあこれはね、割と使った。うん、あ、使った？うん、私お風呂行くの好きで、おうおう、これね、なんていうの、撥水加工、まあ、サラサラしてるからね、してて、あのちょっとしたお風呂のさ、お風呂セットを入れる、お風呂セット入れてね、これでピュッていくのにね、うん、よくってね、この子はね、ほんと活躍したよ。活躍した。さっきから過去形がすごいけど手放す気持ちがすごい出ちゃってるよ、過去形に。役を果たせました。役を果たせました。今久しぶりに見てみたらもう役果たしてもういいかなと思えてるんだ。思えてる。本当に手放さない一丁羅的バッグはある。だからそれがいけないよね。だから普通のバッグじゃなくて付録でもらった付録のバッグでやりくりする。それだったら安く済む、ただで済む、それはお得、それだったらいいけど、そっちも絶対買っといてのこれだから、その買い方が増やせる、その買い方がこうやって増えてる原因になってるよね。わかった？心が痛い。痛い？いいいいいい。心パンチ、心パンチ。ミニマリスト、お客様だった。すいません、失礼しました。お客様でした。どう？じゃあ手放そう。もうね、ちゃんと自分で決め切ったものを使う。付録はちょっと一旦落ち着く、持ちすぎてる付録を、はい、OK？ はい、わかりましたね。わかりました。じゃあこちら、じゃあこちら手放しましょう。はい、じゃあお疲れ様だね。うん、ありがとうだね。ありがとうございました。いろんなところ行ったね。手を合わせるんじゃない、チーンみたいになってるから。 OK、 じゃあこちら、はい、手放しましょう。はい、これもまだ売れるね、無理やりね。売れるといい。誰か使えるよ、まだ綺麗。付録ってレアなんだね。付録レア。それはないけど、うん、じゃあバレないかもしれない。そうかも。うん、じゃあこちら手放す。はい、うん、これもプールバッグにどうかな。プールバッグにどう？素敵。素敵？これでプールにいたらぜひ差し上げます。うん、いいかな。うん、いいです。はい、今結構進んだけど手放すもの出たね。8個ですね。8個出ましたね。あ、これ鏡だった。滑らされた、滑らされた。あ、4個です。すいません、4つね、バッグ4つこちら出ましたね。で、残すバッグがこれと、なんで持ってんの。モリネーター。あー、これご自慢のバッグだからね。じゃあこれからも頑張ってくれ。こんなあるから、まだまだね、いっぱいあるから。
考えなきゃいけないのとか、明らかもういいでしょっていう感じのものからありますよね。あれ滑らされた。オッケー、じゃあ頑張るね。頑張ります。頑張るんば。なんだ聞いてない。はい、次この辺。はい、行きますよ。はい、これ。はい、うわ、出た。ありがちの合皮。ありがちの合皮どうですか。うわ、何これ。これ中チェリー、すっごい中チェリー柄。なんか汚れてるけど、中チェリー柄。何このチェリーが良くて買ったんだ。だからそれもね、なんとまさかの、まさかのこちらも付録でした。いや、まさかじゃないんだよね、もはや。まさかじゃないんだよ、付録ばっか。今日は付録特集できたんですよね。今日は付録特集できたんですよ。いや、聞いてない。なんであんたが企画してんの。あ、お客様でした。すいません、失礼しました。はい、ミニマリスタです、ごめんなさい。はい、じゃあこちらね。大きさ的にも便利で、仕事に持って行ってたんだよね。あー、女性はやっぱこのくらいのバッグ使いやすいんだ。使いやすくって、これはね、そうで、中チェリーでしょ。中チェリーだから可愛いし。可愛いし。気づいてくれた、チェリーに。いや、誰も気づかなかった。チェリーって一切言われなかった。言われなかった。だけど仕事で一時は使ってた。そうだね、1シーズン、1シーズン、1シーズン、何でもいいよ、意味同じ、うん、便利でした。便利でした。ものすごい過去形だけど、でも最近はずっと使ってなかった。どのぐらい使ってなかったの。記憶にございません。政治家か、すごいね。もう記憶にないぐらい持ってたんだ。もう一回他のバッグに変えて、通勤バッグを、うん、それ以来ずっとほっといてたんだ。そういうこと。他に使うわけでもなく、やっぱね、一つ言えること、あなたは一人、バッグはそんなに何個も使えるはずがないのよ。わかりました。わかりました。もうとにかくそのレベルの放置は手放しましょう。そうね、綺麗じゃない。さっきちょっと中に汚れてる感じだけど。いや、その回すの、何、回すテクニック覚えたでしょ今。手すごい上手だって。上手。ガーマルチョバみたいになってる。パントマイムの浮いてるように見えた。 OK、 手放そう。手放す。そうしよう。使ったしね。うん、これ、まあ、綺麗だからね。まあ無理やり売りましょう、入れましょう。ぜひどうぞ、うん、お、僕はいらないけど。いいね。じゃあこちら、手放しましょう。はい、OK。はい、次、こちら。このバッグ。どうして？また合皮。なんか怪しい雰囲気も出てるな。これ何だと思う？バッグ。リュック。あ、リュックなの？リュックなの。あ、初演だ。リュックにも使えるって言って。ああ、それは不思議なバッグだね。トートバッグに見えて、実はいろんな留め方ができるんだ。止めてね、ほら、ちょっと形が変わってきたでしょ。なるほど。変わって、ほら、うん、こういう形になって、で、リュックよっこい、セット。いるわ、こういうシルエットの主婦いるね。あ、じゃあお気に入り。すごい気に入ってたんだ。うん、気に入ってたんだ。最後に使ったのは。その質問ばっかりやめてほしいんだけど、うん、もう最近って言われたら、ちょっと違うリュックを手にしてしまったので。いつ使ったかは記憶にございません。政治家か。政治家なのか。使ってないんだけど、可愛いね。まあ、こう見ると可愛いよね。うん、でも、まあ、回さないで。使わないでしょ。使わないね、正直ね。もうちょっと今一瞬可愛いなと思った、その気持ちすらも抑えなきゃいけない量なのかなって。これが一つまみっていうとね、この辺のものが一つまみっていうと、可愛いと思ってまた残すと2年3年5年10年使わなくてただ持っているだけになる。そう感じましたので、どうでしょう。ありがとう、どうし。手放す気になってきた。一瞬可愛いって思っちゃって、ごめん。危なかったね。危なかった。でも確かに 2way とかね、便利とか思うとね、思っちゃったし。なんか汚くない、ここ。なんか汚かったね。ああ、折れてもいるね。うん、じゃあいいね。うん、汚いって言ったところなんなんだけど、売るものの中に入れようもない。また使えるし。これも、うん、なんと、うん、付
告でした。それは大体分かってたもん。OK、 じゃあこちら手放しましょう。一瞬可愛いと思ったけど危なかったね。はい、使った時もあったもんね。 OK、 じゃあお疲れ様。お疲れ様です。ありがとう。どうかなこれ。いいかな。小学生みたいだね。ん？小学生みたい？ちっちゃい？大きい背中にちっちゃいか。やめとこわ。やめとこ。うん。はい、次な。ねえ、ずっと気になってたけど、これは何なの？こんなヒョウがいるわけ？ってか、明らかちっちゃくない？これどっから出てきたの？ね、ちっちゃいしさ、紐長くない？ねえ、ちっちゃいトートバッグの紐長くない？開けてみる？うん。どうやって出かけてたの？そうやって出かけたんだ。そうやって旅行行ったんだ。初めてかけた。初めてかけた。ねえ、忘れてんじゃん。白ヒョウ、そんなヒョウがいるわけ？でも私、ヒョウ柄好きだったんだよね。ヒョウ柄好きだった？もうそれも過去形。え、だってこれ、いつこれ手にしたの？記憶にございません。聖地ケッケーって同じになっちゃう。いつどこでどういう用途で使うのかわからないね。これなんだろうね。うん、あ、でもメゾンドなんとかみたいな有名なやつかな、これ。見たことあるな。メゾンドレレファンみたいなね、有名なやつだ、きっと。使う気する？何を入れる？なんかもういっか、知らなかった、ここに入ってることが。それはまずい。うん、だからそういう持ち方もしちゃダメ。もう無関心なのに持つのをやめよう。そうしよう。使うものもうすでに多いから、まだあるということで、気に入ってないのに使わないのに持つのやめてもいいレベル。これからの人生あるんだから。もうなくなった時にやっと新しいの買うとかもらうとかにしよう。一旦減らす時期、ここ10年、ここ10年ね。そのレベルってこと。だから積極的に手放せばまた新しいの買えるということで、手放す方頑張る。手放すの頑張る。 OK、 じゃあこちらは手放していこう。手放す、うん、まあ一応売る中に入れましょう、一応ね。お疲れもない。グッバイ。グッバイ。うん。これどうかな。なんかね、101匹ワンちゃんみたい。うん。バカにしてる？ダルメシアン。ダルメシアン？これ完全ヒョウだったよね。うん。ヒョウなんだよね。それ、うん、カバンだよ。あ、カバンだっか。帽子って思っちゃったこれ。違う。チャウチャウ。チャウチャウ。犬の。はい、次これあなたがあれでしょ、これ空軍にいた時に使ってた支給されたバッグだよね。自衛隊員です。いや違います、絶対違います。似合ってませんし、ちょっとぶりっこしてるし。どうしたの？明らかに持って出歩かないじゃない。そうね、もらっちゃったんだ。何？何？なんと別のバッグできちゃった。どうしよう。なんで別のバッグでできてんの？新たなバッグ？同じ色だから一緒にまとめといた。それ使えそうじゃん、アウトドアシーンに。え、よくないこれ。え、かわいいじゃん。これ使いたいと思います。 OK、 じゃあ、よかったじゃん、いいの見つかって。え、それでそのノリでそれも持つ？これはでも見て、なんか短くない？なんで？今度は短い？肩に通らない？で、こっちは？どうしてこのバランスになっちゃうんだの？どうしたの？ちょうどいいのないね。悔しいね。とにかく腕が入らないと。入るけど。その腕が太いとかそういう話してないじゃない、お客様。そう言われたかな。うん。じゃあとにかく手放しちゃいましょう。まあちょっと本当にもらっちゃったね。だからもらい物も気をつけなきゃ。私が持たないようなカーキのバッグ、それをもうもらえると思ったらもらっちゃう？もらっちゃう。もう使うか使わないかでもらおう。ただでくれるならもらうじゃなくてね。そうしよう。うん。
まあ、クーンみたいなね、犬みたいなクーンみたいなね声したけど、超えて、そこ頑張らないとね。うん、それを誓って、誓うね、皆さんに、この今全国誓いますね。どこ見てんの、怖いんだけど。じゃあ誓って手放そう。オッケー、渡しなさい、うん、また誰か使ってもらいましょう。これも入れましょう。はい、はい、次こちら。はい、出たー、このミニリュック、うん、でも色は無難だね、黒ので、そこの手持ちもついてて、うん、すごい好きなやつ。あ、好きなね。使ってきたの今まで。あ、使ってきたの。だけどさ、うん、ちょっと、まあ、あの荷物がね、ミニちょっと小さめ、使わない日もあるのね。そうね、でもそもそも持ち歩くものも多すぎると思うよ。いくら子供がいるとしてもさらに多く持ってきたいタイプでしょ、うん、でもやっぱりリュックって必要かなと思うんだよね、うん、子供いるし、急に走り出した時とか手空いてた方がいいかな。ああ、それはあるね、確かに。しかもさ、これからさ、イベントごとも多くなってくるんじゃない。そうだよね、リュックいいんじゃない。そのぐらいの持ち物で出かけないとそもそも重いし。そうだね、イベントごとの時にもうとんでもない量のさ、バッグとかメイク直しも全部、メイクポーチ全部持ってるとさ、もうしょうがないじゃん。そうだね、これに収まる荷物を持つっていうのも、うん、そういう意識でいこう。うん、そうする。少なくちゃいけないけど、そのぐらいでね、収まるよ。それで収まらないわけない。そういう意味も込めて、じゃあこちら持っときましょう。これ使います、うん、これからのね、あのイベントのシーズン、まあちょっと一回保留して使ってみてね、なんか気に入らないポイントがあれば夏以降に手放せばいいんじゃない。じゃあそれは勇気を持って残しましょう。アドバイスありがとう。うん、じゃあそれ使う。使います。 OK や。使うっていう言葉がね、一番嬉しいミニマリストやとして、使ってね、絶対だよ。オッケー、ラストスパート。はい、こちら、化け猫。すいません、これよくあるよね。これなんか見るよね。うん、この猫何なんだろうね、有名なんだろうね、好きな人多いよね。可愛い。可愛いです、可愛いです。誰が何て言うと可愛いです。はい、これは使ってる。え、これ、うん、今何と、今何と聞き間違いじゃなくて、使ってるかどうかを聞いてる。いつ使った最後。まさか記憶にございません。政治家系。私トートバッグが好きなんだよね。あなたトートバッグ好きね。なんか主婦の方ってトートバッグ好き。一人の主婦ってトートバッグ持ってるの。持って、見て。あー、猫が丸くなってる。もうなんだこりゃ。でも使ってないではない。うん、しょうがないね。批判じゃないけど、ちょっと使わないか。そうだね。中学生の娘とかがいればもしかしたらね、渡せるけどね。まだ何歳？3歳。10年早いね。OK。こういうのも多いもんね、きっと。まだまだまだあるでしょ。しっかり買ったトートバッグもあるんでしょ。あるね。えい！しっかり買ったトートバッグもあるのに、付録のトートバッグも欲しがるのやめなさい。あ、違うんだ。6です。6やないけい。 OK。 じゃあもういいね、お疲れ様だね。もらいすぎちゅう。いっみゃーって泣きそうですね。うん、どうこれ。うん、首にかけたんだけど、どう？よくかかったね、首。うん、あの、一生取れないと思う、これ。もう今ちょっときつかったから。あの、こうちっちゃいバッグもなかなかいいね。ここにエアポッツでも入れてさ。うん、くんじゃない？うん。じゃあこれもらわない。ない。Thank you.
はい、来たね、ラストン、こちら、チキン&ライスオートミールクッキー。バイ、もうめんどくさい。オッケー。なんだこれ、チキン&ライスっていきなり鶏肉&米。オートミールってまさかオートミールが出てきてるけど。オートミール、どう？どうじゃないと。いい、とりあえず、どう？おしゃれ。なんかこれ、トートバッグの割り長い。なんだろう。トートバッグの割り長い。じゃあ、ネギ入れればいいんじゃね。使わない？使ってないかな。エコバッグにも使えない？ね、かわいいエコバッグ買った。かわいいエコバッグ買った。今日紹介できなくて残念じゃなくて、それをさ、使って出かけた？使ったことはないですけど。使ったことはないっていう時点でもうやばいよ。使ってないのに毛玉なのか、これカビなのか、何なのかっていうのありますけど、これどう？ちょっとよく見ないでほしい。よく見ないでほしい。まさかの宣言。これはちょっとなんか英語も多すぎるしね。英語も多すぎたら手放すというシステム、そういう自動システムが働いていたとは。もらってから選ぼうとしてるでしょ。もらえるもんはもらっとけっていう精神でした。そのね、座右の銘やめて。それを軸に生きないで。反省、反省してー。 OK、 強めにね言っちゃいましたけど、はい、 OK。 じゃあ手放そう。もう手放せます。手放せますって言ったけど、オッケー。もう手放せます。私ね、今ね、すごく心に響いてます。オッケーです。棒読み出すけど、棒読み出すけど、オッケー。じゃあこれを教訓にしてね、今までの全てもね、オッケー。じゃあこちら手放そう。オッケー、じゃあ手放す。手放します。オッケー。終わったね。ミニマリストやとしてはね、いっぱいアドバイスできて、たくさん手放す決意ができたんじゃないかな。心に響くアドバイスありがとう。うん、じゃあ手放すもの見てもらいましょうか、はい、たくさん出たからね、決意できましたね、はい、じゃあ行きますよ。はい、今回ミニマリストやで手放すことになったもの、たくさんバック出ました。それがこちら。タイミング悪。はい、手放すものこちら。はい、たくさん手放す決意ができました。最初に持ってきた量と同じぐらいに見える。はい、可愛いと思ったリュックにも使えるバッグ、こちらも手放す。可愛いと一瞬悩んだけど手放す。はい、こちらのトートバッグたち、こちらももう使わない。よーく見たら付録バッグやないかい。こちらのバッグ全部手放す。こんな出たね。一部だけど手放す決意できてよかったね。できた。だってまたしまっちゃうところだもん。またしまったら10年とかね、そういうレベルになってくる。その前にね、決意すること大事。厳しい基準で手放していかないと増え続けるから、いいね。いい。納得してる？納得した。ありがとう。 OK、 増やしすぎないで。気に入ったものを持とう、はい、あなたの体は一つ、私の体は一つ、バッグをそんなに入れ替えるわけもない。 OK、 今日ミニマリストやからこうやって手放す提案しましたけど、何点ですか？何点ですか？ミニマリストや何点？120点です。定番のちょっと100点より良くするやつ、ありがとう。はい、お客様お疲れ様でした。ミニマリストとして今日アドバイスさせてもらったということで、バッグ手放す決意かなりできましたよね。うん、アドバイス料として今回は20万円いただきます。え、どうしよう。え、払えません。え、手持ちないんですか？20万円財布に入ってますよね、基本的に。え、入ってない。大体の人入ってる。持ってないんですか？払えませんか？払えません。嘘ですよ。よかった。ちゃんと手放しきってくださいね。決意したんですよね？決意した。手放しきってこれから増やさないように頑張ってくださいね。頑張ります。 OK です。それならタダでいいです。ありがとうございました。今日はじゃあね、ミニバリスヤでした。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょうとか帰らす帰らす。
ありがとうございました。そのキーバッグが手放すものだよね。手放すの、うん、あでもこれ残すのもこのぐらいにまとまったな。うん、よかったね。うん、じゃあこれも持って、うん、売りに行ってきます。あ、えらいえらいえらい。うん、その際にはまた動画にさせて、無理やり。うん、行きましょう。見てね。うん、見てね。今みんなに言った。じゃあ行きましょう。はい。ありがとうございました。本当に夜分遅くに。ありがとう。ミニマリスナーでした。すごい助かった。ありがとうね。うん、ありがとうございました。じゃあ荷物を持って帰ります。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。はい。ルンルン、変わったお客さんだった。はい、終わりました。終わりました。お疲れ様でした。行った。だと思います。10点のバッグを手放すことになったんですけど、今回はそのバッグたちを全部売りに行ってきたようなので、その結果を今回発表したいと思います。今回売りに行くものこちら。はい、主にもらった付録のバッグばかりだったんですけど、まあ買ったものも少しあり、クラッチバッグ、トートバッグ、リュック、大きいバッグ、いろいろなバッグ合わせて10点。いくらだろうね。言っても10点ですからね。売りに行く場所は今回はセカスト、セカンドストリートさんに売りに行ったようです。あそこファッション系のアイテムを中心に取り扱っているから、僕的には期待できる場所なんですけど、付録があだとなるのか、それとも綺麗だというところが買われるのか、いろいろな予想があると思います。皆さんの予想は固まりましたか？いくらだったと思います？早く行け、もったいぶるね。それでは早速行きますよ。怒らないでよ。はい、ミニマリセールでお客様が手放す決意をした10点のバッグをリサイクルショップセカンドストリートさんに売りに行った結果、ミニマリストをマネーアタック、どうぞ。中8点が売れて、8点で合計240円。はい、こちらです。もう一丁す。まあね、買い取ってもらえなかったのも2点ありましたけど、合計8点で240円。1点30円。1点30円で全部一緒だったの。適当にやった。クレームくん、すいません、嘘です。いやー、出ました、240円。はい、僕がパッとねそれを聞いた感想は、あれ240円結構多いじゃん。僕はちょっとそう思いましたよ。まあでもこういうことは本人に聞いた方がいいと思うので、ちょっと電話で聞いてみましょうか。早速かけていきます。ピッポッポピッポッポ。もしもし。もしもし。あ、売れた、はい、売れた、売り行った。今ね、売ってきたよ。売った。で、あれだよね、8個で240円。そう、1個30円。付録でね。で、帰ってきたのが2個なんだよね、残念ながら。あれは
なんか言われたの、その2個帰ってきた理由とか。理由はやっぱり普通にちょっとこれは聞き取れませんってなんか。あ、両方あまあ一個汚れてたし、まあ一個はちょっと用途不明みたいなところかな。そうだね。まあそんな感じか。まあリアルだね。え、でもさ、感覚的にどうだった？240円って言われた時は。いや、私はね、売っていいのかなと思ってたくらいなんです。あ、もはや金額ついたと思った。あー、それだけで。それは全然超えれる。付録？いや、付録舐めすぎでしょ。形はしっかりしてるわけだけど。でも、じゃあ予想に反して良かったんだ。いや、本当に売りに行ってよかったなって感じ。思い出して、私あれもらったやつだったっけ。もらって240円を得ちゃった。しかも帰ってきた中に自分で買ったの入ってたしね。まあその分プラス240円になっちゃったということ。申し訳なかったけど、なんかちょっと嬉しかったよ。まあ良かったんじゃない。30円ってすごくない？もう CM の時とかさ。そうね、知ってる。ねえ、大きいアウターでも1円とかね、そういうことあるからね。いや、そう思うと付録ってすごくない？いや、付録がどうとか違う。とにかく、売るのいいねって話だね。あ、うん、売ってきてよかった。ああ、よかった。わかりました。じゃあまたね。よかった。次増やしすぎないようにね。これを教訓に。じゃあ増やしてもまた売ればいいんだって味しめないでね。いや、しめないよ。でもこれ一部って言ったよね。うん。また、それの勢いでね、どんどんいけるといいですね。お願いされちゃったよ。はい、わかりました。じゃあありがとう。忙しいのにごめんなさい。はい、またね。じゃあね。はい、デロリン。はい、そうだって。なんか売れた発展で言うと、もらった付録のバッグみたいだったので、1円もお金も出さずに240円になっちゃった。もう自分のものだからいいよね。それを返す必要ないよね。そんなことがあったとは。売ったお客様もセカストも、そのバッグを必要と思って買うお客さんも、ウィンウィンウィン、全員がウィンウィンになるんじゃないかな。皆さんの予想は当たりましたか？予想より上だったよ、下だったよ、ぴったりだったよ。もしよかったらコメントで教えてください。ぴったりだったよっていう人、嘘でしょ。2点売れないとかも計算に入れたの。嫌なこと言うね。嘘つき呼ばわり、すいません。1.30 円でも8点売れたということで、多く持っていくとかさ増しになって240円だったら納得できる。1点は30円で安いのかなと思うのも忘れられる。ぶっちゃけ30円も高いけどね。売るものに自信がない方は多く持っていくこともおすすめします。その方がスッキリするしね。家で使わずに収納の中で放置するよりも、まあまだあるとは言っていましたけど、一角がスッキリして自分でしっかり決断できて手放せたというのは大きな経験になると思うし、これからもまだまだあるバッグが減っていくんじゃないかなとちょっと期待できました。ミニマリストマニアティック大成功。私ミニマリストやトータル考えても大成功。最高の結果になってよかったです。これを見た皆さんも、家で使わずに収納の中に放置しているもの、持ってて使うならぜひ使っていきましょう。今後使う予定がないのなら、それなら今回のお客様のように売ってもいいんじゃないかなと思います。あなたが選んだものはとっても価値があるものだと思うし、あなたが選んで大切に使っていたものなら、そのものを放置しすぎて邪魔者扱いしているよりも、しっかり使った、そう感じながら早めに手放して、また活躍の場を与えてあげるのも、持ち主として最高のお別れができるんじゃないかなと僕は考えています。ぜひ皆さんも持ち物を見直していきましょう。本当にやってくださいね。はい、今日の動画が参考になってよ。私も持ち物見直して売りに行ってみようかな、やってみようかなと少しでも思ってくれたら、グッドボタンで教えてください。ちゃんちゃんねるねる、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバイ。